はい、どうもフランクです。先ほどの動画に続いてまたアップしていくんですけど、とりあえず今回面白いものを用意したんで、一応ね、最後まで見ていただければということで。ちょっと少々お待ちください。レシートがね、非常に多いんでね、困っちゃうんですけど、ちょっといろいろと混ざっちゃってるかな。だいたいこんなもんかな。これも抜いて、この辺とかも、この辺、だいたいこんなもん。よし。大量に、あるわけですよ。ね、こうやってね、いっぱいね。これ全部R32 の GTR の燃料費です。おととしの12月ぐらいに、年間で燃料費ってどのぐらいかかるんだろうっていうのを思ってしまって、とりあえず、動画のネタとしてもってことで、1年間ほど計算したんですよ。計算というか、レシートを取っといたんですよ。ところどころ抜けてるところがあるんですけど、その辺はご了承くださいと。で、もうすでにね、計算してあります。だいぶ時間かかりました。この大量なレシート。一昨年12月ぐらいから、去年の12月ぐらいまで、軽くね、レシートを残しておく状態でやったんで、およそですよ。で、1年間の、燃料費出したんですけど、非常に休みが多くて、稼働的には12ヶ月じゃなくてね、1年間じゃなくて9ヶ月分の、燃料費ということですかね。ちょっとね、休みが多くて。なんで、どのぐらい、かかるのかっていう話をしていくんですけど、まず R32 の GTR、カタログ値の燃費がおよそ確か7ぐらいです。で、実際に、最近の車だったらそれ以上走るかもしれないし、それぐらいかもしれないし、それより走んないかもしれないですけど、当時の古い車で言うと、カタログ値っていうのは当てにならないと。それよりマイナス2とかマイナス3なんですよね。ってことは、32の GTR カタログ値で7ってことは、だいたい5とか4、4から5ぐらいが、街乗りの相場っていう風になってるんですよね。ネットで調べても、4って言ってる人もいれば、5って言ってる人もいるし、6って言ってる人もいるし、その車両の、その状態によっても、変わってきますね。チューンしてある内容とかもそうだし、劣化とかによるものもあるかもしれないですけど、およそということで、一応出してあるんで、まず僕自身が経験した感じでは、そうだな、基本的にリッター、街乗りでリッター5ぐらいじゃない、フッかな、不満を感じないように普通に走ってる街乗りぐらいで、リッター5とか4ぐらいじゃないかなって、4キロ台、5キロ台ぐらいだと思うんですよ。で、そこで、ちょっと安全運転で、気持ちエコーを意識して、6台かな、6.3 とかかな、そのぐらい行くかなって感じで、で、サーキットとかね、行かないんですけど、峠とかで夜中にぶっ飛ばすとか言ったりとかね、レブまで回したとかね、急加速したとかね、ちょい加速したとかやってると、もう普通に3とか行くと思うんで。で、個人的にはそういうなんか遊んだりとか、普通に街乗りしたりとか、エコ運転したりって言っても、多分平均的には僕の中では、リッター3から5かなっていう感じで、高速道路行って5速とか入れて、回転数を上げない感じで一定で走ると。そうすると、多分、リッター7、8台には行くかなって感じで、もしかしたら9とか行っちゃうかもしれないですね。それはほぼほぼないですけど、大体7から8ぐらいかなっていう。高速道路で一定でずっとエコ運転をするっていうやつだと。で、普通に、街乗りでエコ運転を意識するとか、普通に走るだと、だいたい5から6ぐらいだと思います。
で、僕みたいな感じで、ちょっと遊んだ感じで乗ると、まあ3から5って感じで、まあ個人的には3から5かなっていう感じですかね。で、その年は、まあ12ヶ月分レシート出して、だけど結局稼働はまあ9ヶ月分なんで、まあ9ヶ月分で計算してはいるんですけど、その年はね、全く遊んでないんですね。21とか22ぐらいの時とかは、その毎週のように峠の方に行って、ぶっ飛ばして、なんか、ブンブンしてたみたいな感じのね、だったんで、すごい燃料がかかってて、月々、4万とか5万とか普通に行ってたんですよね。で、ここ最近なんかね、ここ数年はちょっとおとなしくなってきてて、まあ週1回も遊びに行くかもわかんないな。まあほとんど遊ばない。ほとんどね、通勤とちょっと買い物とか、ちょっとなんか友達と遊ぶみたいな感じのね。ぐらいの感じで、まあ12ヶ月じゃなくて、まあ9ヶ月分ほどってことで、まあこの大量なレシートを計算したところ、32万1269円。で、これを12ヶ月で割ったわけですよ。まあ、そうすると、3万5696円。月3万5696円。まあ、僕自身が今まで、3万から5万の間で毎月かかってたんですけど、まあ、全然遊びに行ったりとかしないとか、家にこもってひたすらゲームやるとか、ずっとそういうことばっかりしてて、あとは走りに行ったりとかしないとかで、そんなことをしてて、まあ、3万5696円ですね、月々。12ヶ月で分割してみたらってことですかね。平均値だからね。で、これを9ヶ月じゃなくて12ヶ月で計算したら、年間いくらになるかって大体およそで出すと、42万8352円ですね。まあ、これは、この金額は、まあ、その車体にもよるし、その人の乗り方にもよるし、まあ、通勤する交通の流れ的にね、あまりにも信号が多すぎたりとか、渋滞してるとかね、あとは、まあ、田舎で全然、スムーズに進めるとか、まあ、いろんなことが影響してきてて、まあ、多分、これが当てになるか分かんないですけど、これあくまで僕の中での個人的なその平均値なんで、なんとも言えないんですけど、まあ、できれば参考にしていただければなと思います。普通にまあ遊びに行ったりとかしてると、普通に3人乗ってたら、1ヶ月に4万とか5万行ってもおかしくないっていう感じですかね。だけど、なるべく遊ばないようにするっていうくらいで、ずっとね、家にいたりとか、あとはまあその修理期間とかも結構あったんで、それを考えると、もっともっとちょっと、金額が変動してくるんですけど、まあ、およそということで大体で、まあ、ずれはありますけど、まあ、年間42万8352円、まあ、月額で言うと3万5696円。これがあまり遊ばずしてのあれなんで、ちょっとね、出かけるのが好きな方とか、あとは通勤距離が長い方とかだったら、まあ、普通に4万5万は行きます。で、僕自身の今の通勤距離っていうのは、今の会社は多分片道17キロぐらいだったかな。多分。だから、17点いくつぐらいだっけ？覚えてないけど。まあ往復で30、まあ5、6キロぐらいだと思っていただければいいです。まあ10日で、まあ300、560ぐらいなのかな。
なんで、まあ、あとプライベート込みとかにすると、まあ、月1000キロちょいは走ってるんじゃないかな。まあ、1200、300とか走っても1500ぐらいだと思います。まあ、そんな感じですかね。まあ、この金額が高いか安いかって感じですけど、台車を借りて、ちょっと古いワゴン R やミラーをね、乗らせてもらったんですけど、修理期間中とか。その時はね、燃料費で、5000円から1万円、まあ1万円も使わなかったけど、とりあえず多分8000円ぐらいあれば足りたかなっていう感じですね。軽自動車で。で、ミラーに関しては、リッター25、6ぐらい走ってたんですよね。で、今の32がリッター3から5ということで、平均的にね。しかも、レギュラーとハイオクだから、すごい差が出るっていう感じなんだよね。金額的には、多分、何倍だろうね。仮にじゃあ軽自動車借りて月1万ぐらいの燃料費で済んだとしたら、まあ3倍以上金額変わってくるっていう感じだよね。まあ多分、実際1万もかかってなかったと思うから、おそらく3.5倍とか4倍ぐらいの燃料費がかかるんじゃないかな。軽自動車より。で、今現状、その地域によって変わってきますけど、ハイオク、今の現状ではね、去年は多分150円台、156円とかぐらい、あと58円とか、そのぐらいの相場だったかな、地域では。で、そこで2円引きのその T カードとかそういうの使って安くして、みたいな感じなんですけど。まあ、この金額結構な額かなと思うんですよね。まあ、スポーツカー乗ったら燃費とか気にすんなよって感じなんで、まあ別に僕自身もね、そこまで燃費とか気にしないんですけど、金がない時期とか収入がない時期に関しては、これが結構響くんですよね。通勤とちょっとプライベートで出かけるだけで毎月3万5696円かかるんですよ。これって結構ね、響くかなって感じですね。まあ、個人的に今までずっと燃費の悪い車ばっかし乗っていたんで、なんて言うんだろう。例えばパジェロミニとか、カタログっていくつだっけ ?11 とか、そんなもんだっけ ?12、3回だっけ?わかんないけど、リッター10は走んない記憶ですね。パジェロミニ。初代パジェロミニ NA。ターボだったらもっと悲惨だけど。で、4ドアの R34 のスカイライン、NA のやつは、まあ、ターボよりはいいとして、それはカタログ値11ぐらい、わかんない。12、3?わかんない。それも同じようなもんかもしれないけど、その、あれが多分リッター9とか8とかじゃないの?多分。10、11は超えんのかな?エコ運転したら。わかんないが。そこまでいいような燃費の車を所有したことがないんで、なんと思うんですけど、今の3になって3から5って考えたら、だいぶ金食い虫ですよね。まあ今までずっとそのね、毎週のように週末すっ飛ばして遊んでたって言って、まあ毎月4万も5万もかかるような感じじゃなくね、最近落ち着いててね、お金がね、だいぶ浮くようになってきてるんですよ。3万5696円で済んでるんですよ、月。まあそれもね、まあ、12ヶ月だったら42万8352円。年間で燃料費がかかるってわけですよ。まあ、これがさ、月ね、5万で、まあ遊び歩いてとか出勤してとか。
メインで稼働してたら10ヶ月で50万、12ヶ月で、60万と、まあ、そのぐらい燃料費かかるんですよね。でそれにね、まあね、車検だの税金だのとかいろいろ来るわけじゃないですか。で消耗品、ブレーキ、オイル、タイヤとか、まあ年間のね GTR の維持費っていうのはね結構しますね。あとすぐにぶっ壊れるんで、その修理費とか、まあ、すぐにぶっ壊れるというか古い車なんで劣化が進んでて長年のものでぶっ壊れるんで、まあそういったところとかレストア費用とか、まあいろいろ込みにすると、まあ年間100万以上ぶっ飛ぶって感じですかね。ぶっ飛びますよっていう。年間3人なんて多分ね100万前後行くんじゃないかな、普通に乗ってたら。でこういうふうに通勤距離がね、まあそこそこ15キロ以上とか20キロとかねあるような感じ、片道だったらセカンドカーで軽自動車で来た方がいいっていう人多いんですけど、その軽自動車買うのにも車体費用かかるわけじゃないですか。最近の軽自動車は燃費がいいということで、それを買うって言って、まあ、中古でも、まあ、7、80万とかするんじゃないですか。昔の古い車をね、車体が5万とか10万の世界で、乗り上がりで、30万、40万とかで済ませるような感じの車であれば、まあ、おそらく燃費が悪いし、古い車なんでって感じなんで。で、2台持ちしたところで、ね、駐車場代、あとはそうだな、車検もね来るわけじゃないですか。2台分と税金も2台分と、それ考えたら最終的には1台にまとめた方が安いんじゃないかなっていう感じです。だから結構セカンドカーで通勤にはこれみたいな感じで、なんか軽自動車に乗ってる方とか非常に多いですけど、実際それ目先の金では浮いてるけど、トータル的には2台持ちの方が多分高いんじゃないかなっていう感じですかね。そんな気がします。でまあ2台持ちイコール2台分の任意保険も入んないといけないんですよ。それ考えると本当になんか2台持ちより絶対1台にまとめた方が安いだろうって思うんですよね。で実際にその2台持ちしてる方とかにちょっと聞いたところ、2台持ちの方が高いっていうんで、まあ目先の金だけじゃないってことですね。ってことで、まあ僕自身のあまり遊ばないでほぼニートみたいな感じの生活をして、通勤とちょっとプライベートぐらいの金額が、まあ、月 35,696 円かかりますよっていうことです。まあ月3万あれば 僕みたいにたまに遊びに行くような感じとかじゃなくて、本当通勤だけとかであれば、まあ、もしかしたら3万ぐらいで収まるかなっていう感じですけど、まあ基本的にちょっと遊びに行ったらしちゃうと、まあ、3万を超えてくると、めちゃくちゃ遊んだって言ったら4万とか5万とかいっちゃうんで、まあ平均的な相場的には35,696 円、まあこれ多分ね、参考になるのかな、そんな気がします。まあスポーツカー乗っててエコ運転意識する人はほぼほぼいないでしょう。企画としてね、エコ運転したらどのぐらい走るのかってやりたくなることはあると思いますけど、まあ基本的にそんなね面倒くさいことはしないと思うんで、まあそこそこじゃないかな。平均で 35,696 円かかるってことかな、3人の GTR はって感じです。まあ参考になるかわかんないですけど、まあこれあくまで僕自身の中のあれなんで何とも言えないです。だいぶ動画が長引いてしまったんでこの辺で一回止めます。ということで、ご視聴ありがとうございました。